1999年の日本、 S 市森尾町に住む不良の高校生東方丈介。彼はジョセフ・ジョースターの隠し子であり、血縁上は空城丈太郎の叔父にあたる。ある時、丈介は丈太郎と出会い、森尾町に迫る危機を知らされた。その直後、スタンド使いにして殺人鬼片桐安十郎、通称アンジェロにより、警察官の祖父を惨殺されてしまう。丈介は祖父の代わりに町を守ることを決意し、襲ってきたアンジェロを岩に同化させ封印した。だが、恐るべきことに、この町には弓と矢を使い、悪のスタンド使いを増やす人間がいるのだった。恐ろしい右手。スタンド使いだと？スタンド使いなのか。東方丈介、お前はこの西村奥康のザ・ハンドが消す。打ちかわせろ。ファイト。ドラ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 。射程距離内。やったぜ。怒りが足りない。ちょうどおしゃれか。警告なんじゃうぜ。毎日髪型が決まんねえな。ラウンド2ファイト。おい、タブラトレイヨー。はい、どうしていいんだ。どうやらいいぜ。どうやらいいぜ。どうやら上等じゃねえか。クレジのようだろ。ドラッ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 。やっぐるれ。あ、上等じゃねえか。打ち殺せ。なんじゃそりゃ。なんじゃそりゃ。だどうおどうあれさかこのゲスクレイジーダイヤモンド。なんじゃ上等じゃねえか。なんじゃあたりが射程距離内。グレートだぜ奥康。